こんにちは。こんにちは。何してるんですか？暇なんでカメラ持って遊びに来ました。はい、タイガさんです。タイガさんはテレビの報道番組などで、番組の撮影や編集ディレクターとして活動しています。私も、10年前より、何回かな、2回ぐらいですかね、番組でドキュメンタリーを撮っていただいたりしています。で、私やっぱり映ろうかな、映れるかな、まあ映んなくていいか。もっと私誰映ってますかな、映ってるのかな。はい、今私ドイツに行って脱原発を目指して、食とエネルギーの自給自足に向けて、活動している学科でジャーナリストの増山玲奈です。撮りためた映像をなんとか映画にしようということで、タイガさんに手伝ってもらって今絶賛編集中です。新編集マシンも買いましてね、我が家がスタジオみたいになって頑張ってます。楽しみにしてください。もうやらで頑張ります。ブラックレナさん、ママの約束でしょ。これね、アッセっていうね、核のね、処分場、ドイツのね。で、ここの中に実際に、あれママ髪長いよ、放射性廃棄物を埋め立ててしまったんだけど。変なの、ママの髪が長い。どっちが似合う？長いのと。うちは長いのの、短いのの方が似合う。このね、アッセの中ではね、水が漏れてね、ジャボジャボになっちゃってね、取り出すにも取り出せなくて大変になってんの。だからドイツの人たちはその放射能のゴミを捨てるところがなくて困ってる。ねえねえねえ、同じこの映像の、ここだけ切って、ここだけ切って、ここだけ切ってくっつけるっていうのはなんか、この同じ中の、それはやっぱり一つずつこうにやっていかなくちゃダメなのね。こう一回切って、その次またついこっちってことでしょ。うん、そしたらまたもう一回これを、でもうこれの繰り返し、と、おーすごい、タイガさんありがとう、救世主現る。ウラさんもすごいけど、タイガさんもすごいね。すごいよ。うちらって実はすごい人たちに囲まれて。今頃気づいたの？ちょっと気づくの遅いんじゃない？タイガさん今までテレビのドキュメンタリーをいろいろやったり。おお。このおじさんはね。核廃棄物の処分場の前にね、ジャガイモ植えてる農家さんなの。なんで？で、ちょっと背の高いヒゲのおじさん、隣にね、放射能が来るとジャガイモが売れなくなって困るな。じゃあジャガイモ植える場所を変えたら、なんでそっちが動くの？おかしくない？だってもともとふるさとなのにさ。でもふるさとに放射能持ってきてほしくないっていうのはみんな同じ気持ちだよね。もうね。でもどうすんの、実際に放射能はあるんだし。できるかな、こんな様子で、ママの約束、映画ママの約束制作しています。ドイツで、食とエネルギーの自給自足の状況を見て、核をきちんと廃炉して、でも処分場困ってるっていうのを見て、日本人もどうするのっていうことを考える映画を作ってますよ。ほほほ。多分リアンちゃんはなんとなく見てるうちに覚えちゃうんだろうな。やっぱり。なんとなくわかるでしょ。今マークって押したらここから。そう終わるところが。でアウトが。あと本当はこれ。ママ言ったよね、電波となくすって。画家、ジャーナリストの増山玲奈は、核を片付け、安全な未来を子供たちに手渡すため、何ができるのか考える、ママの約束を制作中です。これまで、
ドイツの核廃棄物、自然エネルギー自給自足村、廃炉の現場、福島の漁師さん、被爆労働者の方々、子供を守ろうと戦うお母さんたち、日本でエネルギー自給に取り組む地域などの取材をしてきました。これからインドに行き、インドでも同じく自給自足や自然エネルギーを求める人たちの動きを取材し、格差のない、貧困のない、もっとフェアでクリーンな未来をどうやったらこの地球で作れるのか、地球サイズで考えていく物語にしたいと思っています。母の願いは単純です。子供たちに未来を届けたい。ぜひ応援してください。